大門君、えー、です、えー、前回に続いて、地域金融の問題を取り上げたいと思います、えー。コロナ禍の下で中小企業を支援するという点では、地域金融の役割が大変重要でございます。えー、前回は日銀報告のときは、地銀の問題を取り上げましたけれども、果たすべき役割を取り上げましたが、今日は信用金庫、信用組合、 新金いいううも再編、合併、統合を促す対象にはなっておりますけれども、そういう議論の前に、ですね地域金融論として、改めて新金審査の役割を考えるべきではないかと、話はそれからではないかというふうに思います。新金審査は、このコロナ禍の中で自、自らもですね、 自分もリスクを取りながら、地域の小規模企業、中小業者を支えてきております。でまあ、私の感覚でいきますと、地銀というのはどこかあの地域の小規模企業には冷たいところがありますけれど、まあ、前回取り上げた鳥取銀行もそうなんですが、あの東日本大震災のときもです、ね、被災地であっても地銀の対応というのは、まあ、本店が内陸,にあったと内陸部にあったということもあるかも分かりませんが、 どこかこの被災地の中小事業者に対しては、ちょっと一と冷たい対応がありまして、その点、沿岸部の親近というのは自らも被災して、大変な打撃を受けながら、必死で借り手を支えたと、それを金融庁がですね大変一生懸命、被災地の親近申請を支えたということもよく覚えております。今、このコロナ禍の下で、特に親近申請はですね、 取引先が飲食関係や、えー、宿泊関係が比率が多いんですよね。ですからあの、観光産業、地域の観光産業があのダメになりますと、地域経済に大きな打撃になるんですが、それを必死で支えているのが、具体的に言うと、親近親相ではないかというふうに、この間のことでもそう思います。で私が訪問した京都の信用金庫、京都親近なんですけども、 ここはもともと頑張ってきてましたが、コロナ禍の下でも、中小向けのいろんな支援を打ち出してきましたが、特にすごいと思ったのはですね、あの、この1月以降に起業した、創業した事業者に支援する金融商品を,を作りました。上限1000万で2年間無利子というやつですね。これはなぜかというと、この間のコロナ対策というのは、あのー、 過去の実績から売り上げが落ち込んだとか、そういう前年実績とかですね、そういうものを示す必要がいろいろあるわけなんですけども、今年創業した企業はそれは活用しにくいわけであります、そういうところにも応えた制度ということで、まあ、政府の手,手の届かないところにまでですね、信金が一生懸命自分で考えて、あの手を打っているあの例だというふうに思います。 まあこういうことができるのは、地域に密着した親金だというふうに思うわけですけれども、まずあの金融庁参考人、栗田さんに聞きますけどまあコロナ禍において、頑張る小企業、中小事業者を支えるために、今現在、親金品質とか大変あの重要な役割を果たしていると思いますが、金融庁の認識はいかがでしょうか金融庁、栗田監督局長、お答え申し上げます。 のまさにあの地域経済の状況は、えー、様々でございますけれども、えー、人口減少や、えー、経済規模の縮小といった厳しい環境に直面し、えー、生産性向上ですとか、経営改善、事業再生等が必要な、えー、中小零細企業があの多数存在しているというふうに認識しております。信用信,信用金庫信用組合におかれましししてはこうした企業の真の真経営課題を把握して その解決のために必要なアドバイス、あるいは適切なファイナンスを提供すると、そういう役割を通じまして、えー、地域企業の経営改善、生産性向上、ひいては地域経済の活性化にすると、さらにそのことは、金融機関自身にとっても安定した顧客基盤の、えー、確保につながると、えー、いうことだと考えておりまして、そういう観点から今、委員ご指摘のとおり、あの信用金庫、信用組合の役割は非常に重要であるというふうに考えております。 大門、まあ、そうは言っても、コロナ禍の中で先が見通せない中ですね、そういうあの非常に小さい規模の会社とか、中小事業者を支えるということは、これは当然あの、親近心臓もリスクを抱えると、リスクを伴うことであります。にもかかわらず、親近心臓は支え続けているのは、まあ、なぜかと。 個々が一番地域金融を考える上で大事なことだと思いますが、資料をお配りをいたしまして、週刊東洋経済の記事でございますが、2つの親近心臓の会長さん、理事長さんが、それぞれのポリシーですね、今言ったようなリスクを伴っても支える理由をおっしゃっております、東京第一官業信用組合、第一関心といいますが、その会長さんは、 例えばですね、浅草の料亭は一つも潰さないと、芸者衆も全員守ると、つまりまあ水商売の個人事業主となりますと、銀行が融資を渋るわけですね、しかし、この第一関心は、その芸者さんたちに、ですねえ定理で貸し出すえ芸者さんローンというのを商品化して、これはコロナ禍で料亭が休業して、店を閉めて、芸者さんたちの収入が、 途絶えてしまったとそれに対してそい、そういう時代に対して、芸者さんたちに50万円から100万円の融資を行うということで、大変喜ばれているわけでございます。えー、麻生大臣もよくご存,ご存じかもしれませんが芸者、芸者さんというのは義理がたいんですよね。あのこういうときに一生懸命支えると、後でお客さんをですね、中小企業のお客さんを紹介してくれるというようなことになって、まあ、 持ちつ持たれずと言いますかね、こういう地域の絆、誰も見捨てない、そういうところがですね、この信用組合のまあずっと長いポリシーであって、それがずっと経営も支えてくれているということを、この会長さんはおっしゃっているわけであります、さらにまあ名,言残されてる名言を言われておりますが、利益よりも地域経済や文化を守ることに力を注ぐと。 融資が焦げつくリスクとどう向き合っていくのかですね、えー、お客さんは言う、あなたではなく、うイだと、私たちだと、えー、彼らを助けなければ、僕らが倒れてしまうというふうな、えー、そういうところに、こう、新組のですね、生きる道があるんだということで、それで経営もまたですね、えー、維持されているということだと思います。で2つ目の城南新規も 損得、えー、よりも、遅延や人の縁を演じ重んじるコミュニティバンクだと、えー、特にあの城南新権で有名ですけど町工場が多いんですよねで、彼らを助ける仕組みを作ることがを大事にしてきたということで、あのしかも城南新権はです、ねあの、この間で言いますと、コロナ禍で売り上げが落ちた町工場の、えー、仕事確保、受注をこう、えー、なんていうのマッチング。 と言いますか商談会を開催して、えー、大田区とか品川区の町工場と、一部上場の企業とこう仕事をです、ね、合わせて受注を生み出すと、商談を成立させるということもやってきて、えー、おります。これがまあ城南申金のやり方ということで、特に地元の商店、飲食店大変ですから、その本業支援にも力を注いでいるということでございます。ここれはあの都市部だからででできるとというありませんで あのこれも私、尋ねましたが、京都北部で、えー、山間部とか海の方に近い方で、京都市内とは違うんですけども、北東新京という信用組が、信用金庫ありますが、そこも地域密着型で大変あの検討しておりますで。ここは麻生大臣にお聞きいたしますけれど、まあ、どんな大変な状況でも、ですねこの第一関心言われるように、私たち、ウィという立場で,ですね。 徹底的に借りて顧客に寄り添うと、そのことを抜きに、親剣真相の未来はないんだということが、この理想論じゃなくって、なんか建て前とか理想論じゃなくて、それが親剣真相の現実論なんですよね。で、経営基盤の強化というならばですね、あの効率化とか経費削減,削減とか合併統合というまあ数字の、目先の数字を追うんだけじゃなくって、それはそれで必要なときもありますが、まずこういうですね、 地域でのネットワーク、地域での絆、こういうところをの積み重ねこそですね、本当のまあ中長期的なです、ね、地域金融機関の経営基盤の強化につながると、これが本筋じゃないかと思うんですが、麻生大臣のお考えを伺いたいと思います麻生大臣、これはあの京都だから、よくわ分かりと思いますけど、京都は銀行ないですもんね。 京都は信用金庫が一番でかいんですから京都銀行よりは京都信用金庫の方がでかいでしょうが実質問題としてそれはもう大きさから言えば間違いなくでかいとこですからそういった意味ではこれ言ったことにやってんですよこ,この会社はこの会社ってこの信用金庫はあの私はそれはもう間違いなくおっしゃる通りなんでまあ長い歴史の間に積み重ねられた信用とか人脈とかいう <coughs> ものが こ仁田さんの,たの,たのとこの京都信用金庫の場合生きてる最たる例の一つだと思いますけれどもあのここはあの他にもいろいろ例がありますけれどもあのこ,の中ここにおいては明らかに他校がなかなかこの京都には入れないというのは事実ちっとしたものが出来上がっているそしてこの中には京都からは京都セラミックに始まり佐川急便し叱り 大きな大きな会社がいっぱいこの京都から育ってきてるというのも世界一っていうのはこの中にいっぱいありますんであの村田工業しかりでしょうけどいろんなものがこの京都には出てきてますんでこういった銀行が最初はみんな助けてくれたらこういうところからスタートしておられますんで今でもきちんとそういった大会社になった後もことの取引は継続しておられると。 有利を見ても、そういう人間関係がきちんと出来上がっている最たるこ,こだと思っている。大門三木氏君。まあ、基本的には、これは地銀も同じでございましてですね。まあ、前回も議論いたしました。地銀の現状が大変なのは、その通りなんですね。で、なぜ、地銀の経営基盤が弱体化したかというと。まあ、結論先に言いますと。もうやることなったと、すべて中途半端だったんじゃないかというふうに。 思うんですねであの大きな流れとしては、やっぱり産業の空洞化というのがあって、え地域産業が崩壊すると、大体地銀というのは地,地域産業、地域業界をずっと支えてきたわけですが、まあ、地域産業崩壊するからえ、企業もなくなって、中堅どころがなくなってえということがこうあったというで、もう一つはもう指摘されているように、あの超低金利が、ね、長く続いたということだと思うんですが、じゃあどうするかというときに、 地銀は大変中途半端なことしかやってこなかったんではないかと、一つはその地域密着型にですね、よりきめ,め細かい地域密着型に転嫁することも、中途半端でできずに,でき,ずにきてで、なおかつあの海外のです、ね、証券投資とか、そういうものにこう一時ね、こうかなり偏って、リーマンショック同存するとかですね、えー、なんて言いますかね、あのー メガバンクの真似をするのも中途半端、新金の後を追うのも中途半端、こういうところはですね、あの今の地銀のお中経営基盤といいますかね、こうアイデンティティ失って、えー、いうようなものになってきたんではないかというふうに思うわけでありまして、いま一度やっぱり地銀のお地域密着戦略をです、ね、あの本当に組み立て直さないと、ただ合併して統合しても、またメガバンクにはなれない。 三茶型にもなれないと、同じことを繰り返すんではないかと思うんですけどね、まあ、そういう点で、のこの新金が今頑張ってるえことにですね、同じことはできないと思いますが、地銀も学ぶべきだというふうに思います。で資料の2枚目ですけども、この点では金融庁がですねしっかりした方向を示されております。この資料はあの大変いいなと思って発見したんですけど、金融庁の銀行第2課の協同組合、 金融市長の和田義孝さんですね。若い方ですけど。素晴らしいことおっしゃって、おります。で、まあ、合併統合という前にですね。改めて地域金融機関の原点に帰れと。そこにこそ活路があるというふうな、そういう話だというふうに思いますけれども。まず、あの、コロナへの対応の仕方なんですが。あの、全くあの意気投合するんですけど、まずは足元で続く。 中小・零細企業の資金繰りを支えていくフェーズ、まずは目の前の中小企業、零細業者を助けるとで、それがクリアできた段階で、経営改善、事業再生を取り引先とともに行うと、これ、大変な大事なことでありましてあの、まず支援、救済して、その後経営改善、事業再生だとこういうことだというふうに思います。で、まあ、その今を乗り越えた後ですね、 自主的な判断で、えー、合併とか統合はあり得ると思いますけれど、その際はまあ地域貢献というのは最優先してもらわなきゃいけませんが、まずは乗り越えると、それから経営改善、事業再生だということと、で金融庁として5月27日にあの金融機関に要請を出されました、これはこの委員会で私、取り上げさせてもらったことあるかと思いますが、大変素晴らしいことだと思っております。要するににコロナの前にです、ね 正常先というふうに金融機関が認識していたところに関しては、このコロナが収束した後ですね、経営状況が改善する蓋然性が高い、あるいは経済対策の効果が出ると、そういうことを考えると、感染拡大前と同一の評価をすると、そのことをそう判断した場合、金融機関の判断を ととしし尊重しますよと要するに、コロナ前に大丈夫だったところは、あのコロナ後も簡単に要注意とかですね、債、え、権、ー、しないでいいですよというふうな、これ、なかなか素晴らしい判断をされたというふうに思います。で、あのまあ、確認ですけど、栗田局長に聞きますが、今はやっぱり目の前で頑張っているです、ね、事業者を支援すると。 この五月二十日の要請を含め、私は正しい認識だと思っておりますが、特に第三波が襲来しているという時でございますので、引き続きですね、このことを忘れないで取り組みを進めてほしいと思いますが、確認の上で一言お願いいたします。栗田局長、お答え申し上げます。あのこれは金がで申し上げてきたことではありますけれども、あのコロナ対応につきましてはまずあの。 企業の資金繰りを支えるということで、まあ、倒れなくてもいい企業は倒さないということであの、まず資金繰りをきちんとつけると、その上で将来の見通しが立ってきた段階で、あの必要に応じて経営改善、事業再生、あるいはまあ事業転換などに取り組んでいただくための支援をするということが、まあ、金融機関の基本的な役割だというふうに考えています。その中であの え資金繰り支援といたしましては、制度融資も当然重要でございますけれども、民間金融機関のプロパー融資の役割も重要であるということでございまして、そのプロパー融資については、金融機関が、あ、のー えー、きちんと、えー、事業者に対して資金を出せるようにするという観点も踏まえまして、今、委員ご指摘のように、えー、新型コロナの感染拡大以前に正常先と認識していたけれども、感染拡大後に経営状況が悪化した事業者については、 まあ収束後には経営状況が回復する蓋然性が高いと、それからまあ経済対策の効果も勘案できるということで、引き続き同一の評価とすることについて、金融機関の判断を尊重するということをえ申し上げたということでございます大門三岸君。この和田さんのインタビュー、ほかにもいろいろ素晴らしいこと書いてあります、一個一個聞きたいぐらいですけど、い、まあ、われている中の一つ、二つ申し上げます、紹介しますと、予震管理。 提案力こそ親近思想の強みだと、それであの心配される信用リスク拡大の懸念にも、ですねその余震管理をしていく、ちゃんとその事業を面倒見ていく、会社を面倒見ていく、提案をすることこそ、その信用リスクに対するですね最も有効な,有効なあの対策だということをおっしゃっておりますし、何より共同組織、これは私は地銀にも通じると思うんですけれど、 本来は自らのでらの営業地域から逃れることはできないと、地域で生きていくんだと、地域で運命共同体なんだということでありまして、地銀がボンボンね、統合して、店舗の統廃合してね、地位から去っていくということそのものがですね、地銀そのもののアイデンティティを失わせていくという点も見ておく必要があるかというふうに思います。で、取引先の生産性向上、経営改善を、 金融機関として、同時にあのしっかり支援していくということが大事だということでございます。で麻生大臣にこのも、この申金申請問題での,あのもう一言いただき,ますき言いたいと思いますが、あの要するにこういう申金、先ほどあの地域金融のあり方についてお聞きしましたが、金融庁としてですね、あのこういう地域密着型の経営に取り組む申金申請をです、ね、やっぱりサポート、支援、えー、強めていってほしいと思いますが、 この一言をいただければと思います麻生大臣。この足元,足元の,このコロナ対策というような対応っていうのは、これまでのなんていうのかな、金融機関の取り組みのいわゆる進化が問われているんだと、僕たちにはそう見えるんだであの。いろんな意味で 企業との今の余震の話が出てましたけどもも大事なところなんですけどもこういったことをきちんとやってる担当者がまあ親近親査の場合あまり人事異動はないもんですからそこにずっといてそれ見てくれるというところもあるんですがあの中小零細業者に対する金融業の担い手っていう立場にある,ある人たちなんですけれども。 いわゆるまずこの人何でしたっけこのその2ページ目でしたっけ和田さんかこの人が言ってるようにまずは資金繰り対策はしっかりやるそれが一番その上でまずは倒れませんから資金繰り対策いはあのいわゆるストックの話じゃなくてあのフローの話ですからこれはフローがきちんとしてればまずは倒れんとその上で きちんとやっていくということをやらねばいかんといかととうことが書いてあるんですけれどもあのその上でやった上でまあいろんな情報もあるからこういった会社と組んだらどうかとかこういったところで新しい部屋があるからこっちにちょっと手を出してみたらどうかとか。気に 竹継ぐみたいな話じゃなくてきちんとそういったものをやっていくっていうような細かなことを取り組んでいくというのが大事なんだと思ってるんですけれどもいずれにしてもあのそういった地域におけるのに、ね、足に地面に足がついてるっていうかそういった支援体制の実効性っていうのがしっかり取り組んでいくというところがこの一番面白いところ一番存在価値のあるところで。あの 信用金庫じゃありませんけど信用組合で広島信用組合になっていのがありますけれどもまあユニークな理事長であることは認めるけれども少なくともあの各社ずっとマネーサープライズ増やしてる時にこの信用組合だけはずっとマネーサープライを増やし続けましたもんね大したもんだと思いましたよあの時僕はそういった小さなところがありますんで。 やっぱり小さなところでもずっと貸してとにかく資金繰りの話が来たらまず3日で返事しろというようなこともきちんとしてますし、まあ、この人の下で,下でだけは働いちゃいかんなと思いましたけれどもあんな働かされちゃかなわんなと思いながらあの話は聞いてたんですけど時々年に何回かこの人に会うようにしてるんですけれどもいずれもそういったような地場に足がついてるっていう人たちはよう現場に行ってますよ。 そういった人たちの話を聞いていると私どもとしてはあの信用機組合とか信用金庫とか大日銀とか地面地元に足がついた現場によく行ってるそういった人たちの話をよく総合していくとほうが確実だなと思っていますんで市民になってそれを世話してくれるっていう人間関係もそこで出来上がっているのはやっぱり転勤がないそういったものもあるんだとは思いますけれども。 あのぜひそういったようなところが一番肝心なところなんで、日本の中で中小企業というもこがこれだけ永遠とや,やれてきて、しかも多くの企業が200年以上続いている企業というのは世界中のうち、世界中200年以上続いている企業,企業の半分以上が日本に集中しているという事実も、我々としては参考しておかねばならない大事なところだと思っておりライモン三岸君。 最後の3枚の資料なんですけど、資料3なんですけど、こういう血の通ったですね金融庁の姿勢に比べて、血も涙もないのがですね財務省主計局だと、この資料は何だというのを出てきましたけど、財政審の県議でございます。月26日に財務省主計局が 財政審の歳出改革部会にペーパーを出して、それに基づいて出てきたのが11月25日の県議でありますけれど、まあよくこん,なこんなものをですね第三波が来てるときに出したなというふうに思いますけどあのまど、その中の中小企業部分なんですが、要するにあのすごいこといっぱい書いてまして、中小企業は生産性が低いと、新陳代謝ですね。 つ潰すところは潰せって話ですよね、でコロナ対策の給付金はまあ延命になるから打ち切れと、11月25日に出されたという、この25日というのは、ですね第3波が来ているということで、大変な事態の時でありましたけれども、よくこんなものをその日に出したなと思いますが、主刑局に聞きますこの、なんでこの第3波直面した11月25日ですね、なぜこんなものを出したんですか。 経営局宇波次長お答え申し上げますあの、えー、と資料でご指摘の,あのこの県議でございますけれども、えー、とこれは令和3年度の予算の,あの編成にあたって、えー、ご指摘のこの中小企業政策のみならず、えー、制度全般に、えー、政策全般にわたって、えー財政制度審議、財政制度等審議会でご議論をいただき、えー、それを取りまとめて、えー 発表したのが11月の25日ということでございます大美樹君いやいや、だからこれ、審議いただいたこれ、財務省がペーパー出して、最初に出してそ、れそ,れそ,れそれをあのまあ有,識者有識者のご意見あったとっ言ったと、大体みんなですね財務省が出したものに、そうだ、そうだ、そうだという人ばっかり集めてるようなところですよね。 だからこの最初に財務省のストーリーに基づいて出してるわけだけど、とにかくなぜ11月25日の第3波が来て、もう中小事業者の方々ですね、また閉店、時短に追い込まれるのかというようなときに出したということは、あれですか、そうすると、これはこの第3波で大変な事態になろうと、この中身を、えー、貫徹すべきだということで出したんですか。 宇奈美市長。あの えっと、財政制度とし審議会からいただいたあの,県議あの資料に記載されているとおりですございますので、改めて繰り返しませんが、あのこのご提言も踏まえつつ、えー、政府全体といたしましては、感染状況、あるいは経済の動向を見ながらあの、ご指摘のあった持続化給付金を含めて、中小企業支援全般の在り方について、あの関係省庁と議論をし、今あの、総理の指示に基づいて、経済対策を出す策定中でございますけれども、えー、それを取りまとめにあたっていきたいというふうに考えてございます。 大君そしたら上の方のね、財務省がえ出した、これ、財務省が作った文書ですからね、財政審の先生方のあれじゃないですからね、この意味、どういう意味ですか、中小企業の新陳代謝、中小企業の新陳代謝ってどういう意味ですか。 長、えっと、ご指摘の,あのところでありますけれども、8ページでありますので。えっとはいえっと おそらくご指摘の抜粋されたところはこの箇所でありますけれども、中小企業の,あのこれまでの例えば生産性の,あの大企業との比較をさせていただいたり、あるいはその中小企業の今置かれている現状をさまざま、私どもので分析させていただいた上で、えで、今後、要するに例えば新しく事業展開をする中小企業ですとか、あるいは生産性向上を図る中小企業を 増やしていく必要性があるということで、申し上げたかというふうに思います大門君こんなことはちゃんと答えてくれるところあるんですよね。あの要するにあの、えー、潰れるところは潰れて、新しい企業は生まれるというようなことだと思うんですけれど、これをわざわざこの一般的にね、市場経済競争の中でおのずと淘汰は起きてるわけです。 わだわだコロナのときに新陳代謝を促すと、しかも支援の長期化が新陳代謝を阻害すると、あの支援の長期化ってあってですね、あの政府もコロナだから支援をしているわけですね。コロナが長期化すれば、政府の支援も長期化するのは当たり前なんですよね。それともこれはあれですか、コロナが長期化しても、政府の支援を打ち切るということですか。 打ち切って、そこで潰れるところは潰せば新陳代謝が進むと、そういうふうにしか読み取れないんですか、そういうことですか宇波次長とこの資料で、あのあのこ,このまず資料でございますけれども、審議会に提出した資料はあの、審議会においてご議論いただくために。あの 事務方としてあの一つの問題提起、考え方を示したものでございます、その前提で申し上げますと、あのこの資料にもあの記載してございますように、えー、緊急事態におけるその中小企業の事業の継続を支援するという意味で、あのこの持続化給付金、あるいは、えー、資金繰り支援について、意業を認めた上で、えー、こうした支援が長期化すると、えー、中小企業の新陳代謝を著しく阻害する恐れがあるという、こういう一般論を申し上げた上で、えー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  今般ですね感染拡大防止と社会経済活動の両立を進めるという、こういう環境の中で、今後支援するにあたって、ここに書いてあるとおりでありますけれども、ウィズコロナ、ポストコロナ社会の新たな日常に対応するための前向きな取り組みに対する支援の意向を検討すべきではないかという一つの問題提起をさせていただいたということでございます大門美樹君。これはあの 商工会議所、中小企業団体などから、ですねこの権限については、中小企業の部分ですね、大変あの不満というか、疑問やあの怒りの声が上がっておりますね、中小企業の実情は分かってないと、上から目線だということだけじゃなくて、先週、京都でお会いした商工会議所の役員をされている中小企業の社長さん、こんなことをおっしゃってましたけど、今回の県議というのは、竹中平蔵さん、アトキンソンさん、 か新自由主義の学者とか経済評論家の考えに、あの補助金、お金を削りたい財務省、主計局が乗っかった、立ちの悪い作文だというふうに、大変あの現場の会社経営している方まで見抜くようなね、まあからさまと言いますかね、ひどいあの現場の今頑張った人たちの、何だと思っているのかというようなものを、わざわざ25日に出されたわけですね。 で大体この最初の歳出改革部会で議論された土井先生とかも含めて、あの委員の方もすごいことをおっしゃってますよねあの、給付金についてはもともと予定通り収束すべきだと、え給付金の期限ずるずる先延べしたらえ、本来は新人退社が促される機会が奪われてしまうと、まあ、要するにあの、助けなくていいところまで助けてるんだみたいなね、えー、こととか。 あのまあ、要するにゾンビ企業がいっぱいいるようなね、な、ま、ん、あ、と言いますかね、こんなことをこういうときに言えるのかと、どんな人間の集まりなのかというふうに大変あの、憤りを感じるわけでありますけれども、あのまあ、ちょっと大変問題のあるえ県議だと、まあ、今までいろんな県議がありまして、立場の違う、でねえー、社会保障とかですね考え方の違うものはありましたけれどこの与野党問わず、ですね今、政府を挙げて現場の人たちを救おうというときに、 少なくていいみたいなね、えー、そんなことやると、えー、新陳代謝を阻害するんだみたいなこと、よくまあこんなものが出せ,たんだな出せたなというふうに、えー、思います、あのー。その前提になるのはですね、この財政審の方に、えー、出てきますけれど、要するに中小企業論ですね、これ、アトキンソンさんのとかもおっしゃってますけど、あのー、規模が大きくなれば、 あのスケールメリットがあ、スケールメリットが出ますから、労働生産性が高くのは当たり前のことでございます、当たり前のことです。で、労働生産性は大企業に劣るかもしれませんけど、中小企業、事業者の中には、ですねそもそもスケールメリットなんか目指していない事業者いっぱいいるわけですね。むしろ小スケールだからこそ機動性がある、あるいは技能、技術を発揮できる、えー、顧客のニーズにも合うと。 えー、きめ細かいサービスができるということで、そういう事業所がたくさんあって、日本経済というのは持ってるわけだというふうに思うからですね。ですから、労働生産だけで、えー、経済社会をすべて語ることそのもの自体がおかしいと思うんですけれども、そういうものに基づいて、こういうストーリーが描かれているということだというふうに思います。えー、麻生大臣にお聞きいたしますけれど、まあ、あの今、こういう状況でありまして、あの金融庁の先ほどの話はありませんけど、 まず頑張ってるところを支援して、経営改善とかいろんなことはその後だと、まずそういうことがあるというふうに思いますし、今、この経済とは多様性ですから、多様性ですから、一本のもの足しで測って、ですねもう新陳代謝をすべき企業なんだというような言い方をすることそのものがですね、 のかかしいと思いますし、特に第3波の渦中でございますから、これは自己責任ではありません、コロナなんですから、政治は中小企業を支援するということが先決だと思います、これはもう与野党問わずでありまして、こんな潰れるところは潰れるみたいな言い方は、政治家が言うことではないというふうに思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか麻生大臣の現状、今、先生言われましたように、 我々として今コロナというまあ一種の感染症によって世界的な影響を受けそういった状況の中で我々としてはこれまでうまくいってきたそれなりにこの78年間うまくやってきて上昇期に乗り脱そうですねデフレーションっていうようなものからも少しずつ脱却してある途中でこのコロナということになりましたんで。 私どもはこれは明らかに異常事態が発生しておりますのでそういったのに対しては対応するとだからリーマン・ショックの時も担当でたまたまおりましたけれどもあの時に比べて倒産件数は圧倒的に少ないはっきりしておりますそういった意味ではきちんとした対応はこれまでやってきてるとそう思っておりますので私どもはいろんな意味で厳しい状況の中で生き残っていくということに関してできるだけの支援をさせていただきたいと思っております。 the How about?